皆さんこんにちは、みずきです。今日はですね、9点目変わりということで、私の一押しのコスメたちをすべてご紹介していきたいと思います。ベースからリップまですべて準備してるので、皆さんよかったらぜひぜひ最後までご覧ください。では早速ベースアイテムからご紹介していきたいと思います。早速クッションからご紹介していきたいと思うんですけど、こちらのアイテムです。この動画が上がってる頃には多分アイドルメイク動画が上がってると思うんですね。でそこで使ってたクッションファンデなんですけど、ルナのプラカバークッションの私は07番を使ってます。これはセミマットなタイプのクッションがお好きな方におすすめで、前回の動画でも話してると思うんですけど、なんと3人のメイクさんとルナが共同開発したアイテムになります。有名なメイクアップアーティストさんのウォンソイ先生も一緒に作ってるアイテムなんですけど、私ウォンソイ先生の YouTube 登録してよく見てるんですけど、もうねそこで見た動画の衝撃、あとリールちょっと載せておくんですけど、一番最初見た時に本当に衝撃を受けて、で韓国でも私が大好きな美容系 YouTuber さんがめっちゃいいっておすすめしてて、プラス私メイクサロンでもこれめっちゃ良かったから使ってみって言われておすすめされて使ってみたんですけど、綺麗すぎてもう衝撃を受けたクッションです。前回の動画でね詳しくご紹介してるので、またかよって思われるかもしれないんですけど、本当にいいんですよ。でこちらのクッション、仕上がりはセミマットでしっかりとカバーしてくれるんですけど、厚塗り感なくピタッと密着してくれます。毛穴とか赤みとかニキビとかニキビ跡とかもしっかりカバーしてくれて、そして上から重ねて塗ってもヨレとかがないんですよ。なので外でのお直しとかにもめちゃめちゃ良くて、私ねインスタ見てる方はご存知だと思うんですけど、普段よく使ってるので、朝メイクして一日中外にいたんですね。でもすごい長時間綺麗なお肌を保ってくれてました。ウォンソイ先生の動画見たらわかると思うんですけど、もうすっごい綺麗にカバーしてくれるので、今ねニキビとかでちょっとカバー力が必要っていう方にもすごいいいんじゃないかなと思います。はい、という感じで1つ目はクッションと2つ目はリキッドです。こちらのクリオのキルカバーのリキッドファンデです。私はランジェリーっていうカラーを使ってます。でこれももうすでに多分上がってると思うんですけど、メイク動画で実際に使ってます。もうね綺麗すぎて私が興奮しまくってる動画が上がってると思うので、気になるっていう方ぜひぜひそちらの方も見てみてください。このファンデももうねカバー力がすごいクリオということで、しっかりとカバーしてくれて、そしてねサロンに行ったみたいな感じのベースを作ってくれるんですよ。今ねカバー力が必要で、セミマットな感じの仕上がりがお好きな方にこちらもおすすめのファンデです。はい、という感じでこのクリオのリキッドと、あともう一個ツヤの方を持ってきました。この動画が上がる時には発売されてるかな、私がずっとテストさせていただいてたこちらのヒーアスのファンデーショングローです。こちらのアイテムです。このリキッド今日も使ってるんですけど、ちょっとで長くこちらのアイテムはテストさせていただいてて、もうこんな感じで全部使い切るくらいこれもかなり使いました。でこちらのヒーアスっていうブランドなんですけど、スキンケアで有名なドクターチー様から出たブランドなんですね。今この動画が上がってる時に発売がスタートしたか、ちょっとねこれから発売するよっていうぐらいだと思うんですけど、さすがスキンケアブランドから出たファンデっていう感じで、お肌にもすごく優しいので、敏感肌の方、そしてニキビで今ね肌荒れすごいっていう方にも本当におすすめのアイテムです。そういえば前回このテストしてるやつを使った動画がブラウンメイクで上がってると思うので、仕上がり気になるっていう方はぜひぜひそちらの方もご覧ください。でこれ使った感じは本当になんか内側からこうツヤ感が出るような、本当韓国の女優肌みたいになるんですね。今も多分すごいツヤって綺麗にツヤ感出てると思うんですけど、綺麗にツヤ感出してくれて、そして厚塗り感一切ないです。
本当にあの自分のお肌が元から綺麗だったよみたいな感じで見せてくれて、そしてあの軽いんですよね、塗った感じが。スキンケアを塗ってるような感覚、ファンデ感が全くないので、そういったツヤ肌の仕上がりがお好きな方、あと軽いもの、厚塗り感のなく軽いつけ心地がお好きな方にすごくおすすめです。結構あのなんていうんですかね、塗った感じがない、ツヤ感のある、でもお肌綺麗に見せてくれるファンデないですかっていう質問いただいたりするんですけど、なんか本当に使った感じまさにこれだなっていう感じです。という感じでベースは以上で、あとこれねちょっと今日も使ったんで汚いんですけど、ウェイクメイクのブラシ、もうこれも私の動画でいつも出てきてますよね。もうこれは私も何本もずっと買ってるんですけど、本当にあのメイク初心者の方でも綺麗にサロン行ったみたいなベースを作ることができるブラシです。なので目変わりのタイミングでぜひ買って使ってほしいのと、あと実際にメイクサロンでもこれ使われてました。でこれと一緒に使ったら最高なのが、あのこれは9点で買えないんですけど、あのロージーローザのこのねパフ、これ一緒に使ったら相当綺麗なお肌できるので、皆さんぜひぜひ一回そのやり方でやってみてください。はい、っていう感じでベースたちと、あとシャドウ、今回ねちょっとこんな感じでイエベさん向け、ブルベさん向けで持ってきました。まずブルベさんにおすすめのパレットはこちらです。私の動画でももうめっちゃ出てきてるし、まあてか毎回多分出てきてると思います。こちらのエスポアのブラッシュドベリー、ブラッシュドベリーっていうカラーです。今日もですねこのウェイクメイクとエスポアのこの2色を使ってメイクしてるんですけど、これ本当に使えます。まずこの濃いブラウンでライン引いたりとか涙袋を作れるんですね。でポイントカラーになるこの濃いピンクのカラー、これを目尻に引いたらめちゃめちゃ可愛いんですよ。こういうポイントカラーがあったり、ベースのカラーもすごく綺麗で、これチークに使えたりとか、これも私二重にポイントでのせて使ったりしてます。でちょっとハイライトになるカラーもあって、グリッターもめちゃめちゃ綺麗なんですよ。なのでブルベさんはこれ1個パレット持ってたらすっごい使えると思います。であと1個、まあブルベさん、イエベハルさん、あとブルベナッツの方にもこれ使いやすいと思うんですけど、このウェイクメイクの10番のパレットもめっちゃ綺麗でした。多分この動画が出てる前日に出てるアイドルメイク動画でこの2つ使ってメイクしてると思うんですけど、もうラメ感も綺麗だし、これも全体的にあのデイリーで使いやすいカラーなので、本当にこれもアイドルっぽくメイクもできるし、今日は私ちょっとなんていうんですかね、ナチュラルに、まあ、いつもの感じでメイクしてるんですけど、こんな感じで色味も綺麗、発色もいい、そして粉飛んだりせずピタッと密着してくれるので、まあ、ウェイクメイクのねパレットはすごいカラーもいろいろあるし、イエベさんもね色選べばすごい使いやすいと思うので、これもウェイクメイクのパレット、まあ、前回の目変わりでもおすすめしたかなウェイクメイクのパレットも本当にお気に入りで使ってます。であともう一個ありますよね、私のメイク動画であの大興奮を巻き起こしていたこのエチュードのパレットなんですけど、私はブラウンのカラーを持ってて、もうこれね使って本当にあの綺麗すぎて、すごい私が動画でもギャーギャーうるさい動画上がってるんですけど、そのぐらい本当に綺麗でした。これ一番はもう発色がすごい、もう本当に綺麗にブラウンのカラーもベースのカラーも発色してくれて、これも粉飛びなしでピタッと密着してくれます。でラメもすごい可愛かったんですよ。なので涙袋に使いやすいカラーもあったり、まあベースカラー、そしてポイントカラーでラインとして使えるカラーも入ってるので、よくデイリーであのブラウンメイクするっていう方とか、これもイエベさんも使いやすいと思いますし、あのブルベさんもこのブラウンは使いやすいんじゃないかなと思います。あとはこれと別でオレンジのカラーとピンクのカラーもあるんですね。で私ピンクのカラーちょっと狙ってるんですけど、それもね本当にあの別の色が欲しくなるくらいすごい良かったパレットでした。はい、という感じでこのエチュードのシャドウで、とりあえずシャドウは終わりです。で次は最近使ってみてもう大興奮した、本当に輝きが綺麗すぎて衝撃を受けた、こちらのウェイクメイクのハイライトなんですけど、私は02番のカラーを使ってます。あのパッて今日も使ってるんですけど、のせただけでもう
バンってもうここも出てますよね、この光輝き輝き。なんか使った感じちょっとあのディオールのねあれあるじゃないですか、お高いハイライト、あれのプチプラ版みたいな感じかなっていう私は印象でした。なのでディオールのハイライトもそこまで値段ね出して買うほどでもないなっていう方はこれ買ってみるのありだと思います。で私はいつもこの明るいカラーとかピンクとかねいろいろね混ぜて使ってるんですけど、混ぜて使ってもすっごい可愛いんですね。ちょっとなんかワンホンっぽいメイクとか、最近ウォニョンとかもねこの、あのピンクのハイライト入れたメイクしてて話題になってたと思うんですけど、そういう時はこのねピンクのカラー使ってもそんな感じになると思うし、本当にね色使いやすい。あとはちょっとこの辺ハイライトっぽくあのチークとかもねしたいっていう方はこのチークの上にこのピンクを乗せるとすごいキラキラっとして可愛いので、うん、これも私はもう使った瞬間に多分動画でも言ってると思うんですけど、これは目代わりで買うべきみたいな、もう絶対おすすめしようと決めてたアイテムです。はい、という感じでこちらのウェイクメイクの新作のハイライトと、あとはこちらもねアイドルチークですね。これなんて言うんだろう、 2AN、 私は02番のラブロージーっていうカラーを使ってるんですけど、あ、今日も使ってます。ちなみにもうこれも色味が可愛すぎて塗った時にもう衝撃を受けたのと、アナイブのメイクさんとかも使ってて、で美容学校メンツにもこれは買いだって買ってっておすすめされてたチークで、あの前回の目代わりで買ったんですけど、使ってみたらもう可愛すぎて発色もいいし、もうこれもね絶対目代わりでおすすめしようと思ってたチークです。でこれもあのカラーいろいろあると思うので皆さん自分に合ったカラーを探してみてください。はい、という感じでチーク今回の一押しはこれと、あとこれもうてか全部動画で出てきてるやつやん。でも今日は私の最近の一押しコスメちゃんたちを紹介するっていう動画なのでいいですかいいですかっていうか、あのいつも使ってるやつばっかりになるんですけど、でもいいからいつも使ってるんですね。はい、であの最近ハマってるシェーディングです。あのトゥークールフォースクールから出た新しいこのスティックシェーディングなんですけど、こっちがシェーディングになってて反対側がハイライトになってるんですね。でこれシェーディングもハイライトもすっごい綺麗で、でシェーディングはかなり自然です。描いた感じがもし気になるっていう方は多分前回のメイク動画でも使ってると思うのでよかったら見てみてください。あのシェーディングスティック使い方が難しかったっていう方でもこれはすごく使いやすいシェーディングで、ブラシとかスポンジでこうなじませると綺麗に馴染んでこうねもう高いお花が完成して、でやっぱパウダーよりはスティックの方が持続力がいいので、結構ね鼻にシェーディング入れるっていう方にすごくおすすめです。でこっち側のねこのハイライトもすごく自然なんですよ。自然にツヤっと見せてくれるので、私はこのねあのシェーディングスティックで描いてその外側ですね、この目のライン、目頭のラインにこんな感じで線を引いて描くともっとこう高さが出て綺麗に見えるので、そんな感じで使ってるんですけど、これも1本あったらすごく使えるんじゃないかなと思います。最近お気に入りで今日も使ってますし毎日使ってるシェーディングスティックです。はい、という感じでこのシェーディングスティックと、あとこれねもうこれはいいよって感じですよね。え、だってもういつもメイク動画で出てきてるじゃんって感じですよね。このノベブのアンダーアイマスター、初めてね動画見てくださった方のためにこっち側がコンシーラーになってます。で反対側がシャドウになってます。で涙袋もコンシーラーで明るさを出してあげることによってぷっくり見えるし、あと上からのせるシャドウの密着力も良くしてくれるので、本当に涙袋メイクにはコンシーラーはね必須ですよね。で他のなんかまあ涙袋のペンシルとかもいろいろ使ってみたけど、これがすごい密着力もいいし持続力もいいし色味も可愛いし、私はなのでもこればっかり使っちゃってます。でメイクサロンとか行ってもやっぱりノベブ率が多いです。今日の涙袋のシャドウはこの08番のシャドウでこんな感じで描いてます。はい、という感じで
ノベブのアンダーアイマスターとマスカラはもう絶対これって決めてました。あの AOU の02番のロングラッシュっていうマスカラなんですけど、これもメイクアップアーティストさんが作られたマスカラです。で実際にあのメイクサロンでも私がよく行くあのウィスドさんっていうメイクサロンがあって、そこのヨール先生にもこれのロングバージョン一回買ってみみたいな、めっちゃ良かったよって言っておすすめしてもらって実際に買って今日も使ってます。使ってるんですけどこんな感じでブラシがかなり細いんですね。なので下まつげにもすごい塗りやすいし、上のね細かい部分、この目頭とかね塗りにくかったりするじゃないですか、ブラシが太いと。でもすごい全体的に全部綺麗に塗れます。何より一番いいのがもう長さすごい出してくれるんですよ。長さもしっかり出してくれる、そして持続力も良くて、私はにじんだりとかもなかったので、これもねほんと最近毎日愛用してます。という感じでマスカラと次は大量のリップたちです。まあ、どうしようこれ。ではまずリップバームからご紹介していきます。こちらのトコボっていう、もうパッケージから激カワなリップバームです。これ私朝晩使ってるんですけど、あの口がバキバキな方にめちゃめちゃおすすめです。私一時期もう乾燥がやばすぎて、本当なんかリップ塗っても汚くなるくらいバキバキだったんですね。でもこれ使い始めて治りました。保湿力が何よりすごくて、すごいもちっとなるんですよ。多分塗ったらわかると思います。すごいうるんともちっとなるので、これねあの本当今あのもう唇がもうどうしようもなく乾燥してバキバキっていう方は、一応ね夜たっぷり塗って使ってみると朝すごいうるっとなってるのでおすすめです。はい、という感じでまずこのトコボのリップバームと、次今日使ってるリップてか最近使ってるリップご紹介していきたいと思うんですけど、これもねすでに動画で使ってるんですよ。でもいいですか？なんか不安になってきた今日の動画だって、全部動画で使って、でも今日のご紹介したアイテム本当にあのリアルデイリーで使ってる私のデイリーメイクアイテムたちなんですね。という感じであのまずベースリップなんですけど、こちらです。こちらもあの前回の動画であの大興奮を巻き起こしたこちらのリップなんですけど、有名なメイクサロンから出てる H っていうブランドのリップです。私は02番のライブリーっていうカラーを使ってて、これもあの Q10 のヘメコで買えます。でこれマットリップで私はベースとして塗ってるんですけど、マットなのにすごい軽くて、つけ心地塗り心地がめっちゃいいんですよ。パサつかないし軽いし、えこれリップ塗ってるみたいな感覚なんですね。で発色もすごい綺麗だし、本当にあのベースリップにもってこいのリップです。で他にもねカラーがあるんですけど、私は欲しいカラー載せときます。これ私あの9程度目代わりで買う予定なんですけど、これもね唇のちょっと色を消してくれて今までにないようなカラーなんですね。これ私は買います。でこれと私が今日その上から塗ってるのが、前回もご紹介させていただきましたこの AOU の、グロイティントバームの07番のバブルバームを今日使ってます。ツヤっとしてめっちゃ綺麗じゃないですか。これもあの有名なキッズっていうメイクサロンのうんび先生が作ったリップで、これも本当にサロンアイテムですね。どこのサロン行っても絶対にあのコスメが置いてある、棚のとこに絶対置いてあるし、本当にあの使われますよく。で最初使ってもらった時にもうツヤ感が綺麗すぎて、私1個あのアップルバームの方を買って、今回新しく出た07番のカラーを買ったんですけど、可愛すぎてこれもデイリーでめっちゃ使ってます。ブルベさん、イエベハルさんはぜひねこのセットで1回使ってみてください。めちゃめちゃ綺麗です。であとこれね、これもやっぱ外せないですよね。フィーの新しく出たブラーリープッディンパッドなんですけど、これはチークとしても使えてリップとしても使えるアイテムで、これもね前回のブラウン動画であの使ってもうテンションぶち上がってあのもう大興奮してる動画が上がってるんですけど、それぐらいめちゃめちゃ綺麗です。
私はこのマイっていうカラーを使ってよくベースに塗ってるんですけど、これもあのマットなタイプですごく軽くて、これもねさっきの H みたいな感じで使用感が良かったアイテムです。でこれに関してはカラーがめちゃめちゃいっぱいあるんですね。なので自分の合ったカラーも探しやすいと思います。で私このねフィーのこれがあまりにも良すぎて新作も買ったんですよ。で今回あの前回ねこのリップ使った時も手で塗ってたので、今回このフィーの何シリコンブラシも買いました。そしたら外とかでも使いやすいし、まあ、家でも塗りやすいかなと思ってシリコンブラシを買ったのと、あとねこれ新作のクッションも買いました。さっき Q点見てたらね、 Q点にはありましたね、もう出てましたね。見てください、激化は私の大好きなブルーで、これも買ったっていう急なあの購入品紹介みたいになってるんですけど、フィーではこれも買って、あとリップも3色買いました。リップもこれ新しく出たツヤタイプなんですけど 3D ボリューミンググロスで、私はバニラの 30% とバニラの 70% とクリアカラーを買ったんですけど、 3D のグロスも一緒にこんな感じで買いました。これはまだ Q10 に出てなかったんですけど、目変わりのタイミングで出るかもですよねって感じで、急なちょっと購入品紹介になっちゃったんですけど、あのこれは別の動画で実際に使っていきたいと思います。ぜひよかったら皆さんそちらの方も見ていただけると嬉しいです。っていう感じで、あとね普段ねこのロム&のグラスティングカラーグロスもうめっちゃ使ってるんですよ。特にこの01番あのバブな唇になるんで、本当にこれねよく使ってるんですけど、前回のベスコスでご紹介させていただいたので外そうかなって思ってちょっと奥に置いてたんですけど、これもまあ普段よく使ってるのでご紹介させていただきました。これはもうブルブルツヤツヤ、もう赤ちゃんの口みたいになりたいっていう方におすすめです。でも持続力がそこまでいい方ではないです。なので私は逆に最近よく使ってます。持続力が良すぎると私あの一日中外にいる時になんか口だけがすんごい発色してなんかすごいことになるので、最近これよく使ってて、持続力がいいリップが好きだよっていう方にはペリペラのねこのリップやっぱりいい。前回のあのメイク動画でもご紹介してると思うんですけど、発色もいいしツヤ感も綺麗だし、で持続力もいいです。じゃあまあ例えると、夜ご飯でデート行きます、ご飯食べる時も絶対にリップ落としたくないっていう時とかはこういったねあのマットなタイプのちょっとベース薄いベースを塗って、でその上からこれ重ねてあげると、あのご飯食べても全然綺麗な状態で入れると思います。そのぐらいもうこれは本当に持続力がいい。あとエスポワ の, あの新作のリップあるじゃないですか、あれもすごいです。あれも持続力がめちゃめちゃ良くて、私はあのチリンチリンだったかな、チリンチリンっていうカラーが好きです。はい、という感じで、こんな感じで私のおすすめの韓国コスメたちは以上になります。ちょっと今日の動画大丈夫だったかな、皆さんにねあの見ていただけるタイミングの動画なのに喋れてなかったらごめんなさい。うまく説明できていることを願う。はい、という感じで、今日はもう私が毎日デイリーで使ってる、もう今日もこの今日ご紹介させていただいたアイテムたちでできてます。もう私の大好きな、もう一押しこれ買ってほしいっていうアイテムたちをご紹介させていただきました。今回ね目変わりコスメもいろいろ買いたいと思ってて、もしあげれたら皆さんと一緒にお買い物動画、お買い物する動画もあげれたらなと思ってるので、皆さん今回の目変わりも一緒に楽しみましょう。では今日は動画ここまでにしたいと思います。皆さん今日も最後まで動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。